ちょっと一回国内の話いきますか町田ねあの今週町田のリアルタイム分析僕ちょっと生活リズム悪くてできなかったんですけど見といてよかったというか時間あいたから町田今週見れなかったの見ようと思ったんですよ。したらあの中島中島選手っていう40歳のレジェンドが使われててスターメンでなんか黒田さんに直接聞いたわけじゃないから分かんないけど一応初世って あるというか一番強い説としては福岡との相性がいいっていう福岡相手に成績いいみたいなで使われたっていうでも普通にねプレスのコースの切り方とどこを抑えるかの判断がすごい良かったんですけどよ良かったですであとはプレーの判断誰に預けて自分裏走るかっていうのと あの、左足のキックがいいから、普通に機能してて、40歳でね、町田のあのサッカーでちゃんと機能してるの、すごいなって思いましたね。レジェンドで、このみんなを鼓舞するために使われたというより、ちゃんと質で使われてるなって思ったな。で、先制点のアシストもその前の動きで、一回中から外走って相手引きつけて最後折り返してんだけど、そこがもう判断とプレーの質の良さ両方出てたからね。 中山が開始5分で怪我して、その後、庄司も工作プレイで結構可哀うな感じで、ガードできない状態で相手と、相手、味方かな当たっちゃって、通戦場いきなりいなくなったよで。中山いなくなって、あの、ドレシェビッチ入れて、庄司いなくなって、モ月入れて、やばいじゃん。でも、モ月が結構ロックできてるし、クリア飛ばす位置は不安なんだけど、あの、全然思ったよりセンターバッカあの、安心してできてたのね。で、これが、 ちょっと持ってるなっていうかさ、あの、運良かったなっていうのは調べたら、日本代表呼ばれてるじゃないですか、ヘンリー君。日本代表で対戦相手を想定してミニゲームやるでしょ。その時に対戦相手側のフォーバックのセンターバックの右やってたんだって。すごくないこれ <laughs>。日本代表相手に久保とか三笘とか相手に右センターバックやってるから、最高の環境で横練習できてるっていう <laughs>。 めちゃくちゃタイミングいいよね。で帰ってきて代表を呼ばれただけで満足してたみたいな感じが見受けられるっていうのを黒田さんに勝つ入れられて、まあ、黒田さんすごいなと思うけどねそれ右センターバックをやって帰ってきてちょっと叱られて控えからでセンターバックで出ることになってそこで結果残すっていう町田も持ってるしヘンリー君も持ってるっていう。 だからヘンリーカンすぐヒットしたの。そう。すごいよね。俺これみんなに喋りたくてさ。で、黒田さんの何がすごいって。だって、みんな言わないけど黒田さんすごいから、黒田さんってさ、高校の指導者しかしてないわけじゃん。だけど、町田にさ、しっかり自分の哲学にさ、自信持ってさ、ディテール詰めて指導して、で、結果も残して、より一層説得力を増してったわけでしょ。で、そっから日本代表選手たちを率いるわけよ。 で日本代表でさ、期待されてる若手が行って戻ってきて、別に黒田さんは日本代表の監督とかやってるわけじゃん。だけど、お前代表行っただけで満足してんだろって言って、痛いとこついて、しっかりマネージメントして、でも、出場させて結果残してみたい。これがね、あの、誰もできない、ほとんどの人ができない当たり前だなって思うんですよ。あの、だから、言っちゃえば、森保さんがリバプールで指導されてる選手に自分なんか言えないっていうのの真逆なんですよ。いや、いい仕事する上で、 キャリアとか肩書きとかじゃないからっていう。その仕事への本気さとディテールと論理性と一緒に仕事したくなるマネジメント力だからっていう。とか今言われるまで多分、あ、そうだよな。黒田さんって森安さんと同じ立場でも南野に言う人なんだよ、だから。そこがかっこいいなと思って。勝つためにこれ必要だからっていう。過去のキャリアとか肩書きじゃなくて今だからっていう。だからあの、この間上田さん あの町田の COO の方お呼びしてやっぱりその黒田さんが徹底してる約束事とかシュートブロックをちゃんと面作るとかへそで相手をあのクロスタイムの時見るとかそれできてない選手はやっぱり出番減っていくみたいなで昔太田さんにも聞いたんだけど太田康介さんねやっぱりあのセットプレートが細かくてちゃんとそれがこの壁に貼ってあってそれちゃんと覚えて出なきゃいけないでできないと厳しく指摘されるし最終的に使われなくなるみたいな。だそういうい風にね この黒田さんの仕事をきちんとしよう。その仕事をする上で偉い偉くない関係ねえからっていう。そこの,あのメンタルとクオリティで見てるからっていう。めちゃくちゃいいなと思いましたね。町田福岡は。まあ、やってるサッカー自体いつもの町田であり、福岡もね、その、あの戦力の中でね、3バックで、あの、9勝を狙ってそこから仕掛けてっていうような。 試合としてクオリティ高くて、長谷部さんが今季で退任だからね。アンダー世代の監督を長谷部さんがやる可能性みたいなのを言われてて、すごい楽しみになるような監督さんですけどね。あと、あれだね。ポジ、守備でポジションチェンジ起きて、サイドからのクロスロックできてなくて、福岡がクロスバー叩いたシーンがあって、あれ結構今季のターニングポイントだと思うね。ここで福岡にも負けてたら、町田も優勝ね、厳しくな,あのなりかけるそのきっかけのなるところだったから。 あそこの先制点入れられなかったとで、っ町田やっぱり先制点入れられるとどうしてもねロングボールの送り先とかに迷い出たりとかタイミングもねちょっとつなぎたくなって目線揃わなくなるっていうのがあるんですよあの湘南戦とか僕ちょうどね生で見させてもらってそうだったしであそこ先制点取られなかったあれはターニングポイントだったと思いますね上田さんにお聞きしたやっぱり黒田さんと藤田さんの考え方がめちゃくちゃ似てるっていう結果残すためにディテール詰めるっていう でそこでちゃんと人間観察をしっかりするみたいな。黒田さんずねファーガソンみたいにさなる可能性って現代サッカー少ないじゃん。黒田さんの後のね。町田の監督ってちょっとイメージできないぐらいしっくりきてますよね。株式会社ゼルビア代表取締役。C. O. O. 上田武蔵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上田武蔵です。い,すいや、今日はありがとうございます。すこちらこそ、お呼びいただ。きます、はい ゼルビアの中の人に聞きたいのは、やっぱり、あの、今、町田、ゼルビア、調子、まあ、調子いいっていうところから、ちょっと今、なんですかね、こう、首位争いに、ちょっと追いつかれて、うんあ、逆転されて苦しんでるところだと思うんですけど、今のチーム状況的には、どう見てますその町田の。 あの、週末の新潟戦、まあ、あの、敗退してしまったんですけども、まあ、あの、2-0で勝てたっていうところは、まあ、非常に大きくて、まあ、今日もまた練習立ち上げ日でしたけど、あの、非常にいい雰囲気でやれてたので、まあ、ここからもう一回ラスト9試合ですけども、あの、もう一回一致団結していい雰囲気で走り切れるんじゃないかなというところでまあ、少しこう上向きに向いてきたかなというふうには思ってます。黒田さんの話で言うと、藤田さんがこの間取材で、 はい、もう黒田ジャパン見たいぐらいだって、それはもう指揮官として、現場指揮官として浸水してるってことだと思うんですけど、現場を預ける人として。最初に黒田さんのその統率力というか、どこが上田さんから見て強みっていう風うに見てますか、はいはい まあもう皆さんご存知ですけども、ブレない哲学をお持ちで、もうしっかり体現するためのディテールっていうところを、はい、まあ誰よりもこだわって熱意を持ってやってらっしゃるっていうところがもう本当一言に尽きるかなと思います。うん、やっぱそうなると、あれですか、古沢さんおっしゃるみたいに、日本代表でも監督見てみたいっていうふうに思いますかいや、そうですね。個人的な一サッカーファンとしては見てみたいなっていうところはい、はい。 はい、ありますし。まあ、あの、ゼリビアの僕の立場からすると、いやちょっと抜かれると困るな、みたいな。ね。 気持ちいいです。いや、でも、一番上の社長が、応援しちゃってますけど。そうですね。もう、なので、まあ、いつかは、あの、しっかり、あの、見てみたいなっていうところの気持ちももちろんあります。まあ、そのぐらい、もう、本当に、日本代表の監督になっていい、いいっていうか、そうなる人だっていうのを。覚悟させちゃうぐらいの、まあ、指導を現場でしてくれてるっていう、まあ、社長からの信頼ってことですよね。うん、そうですね。あの、前、まあ、よくレオさんも、あの、海外クラブのオーナーと監督の信頼感みたいな、はい。ところ、お話しされてると思いますけど、まあ、まさに、そのようなも。も、はい この中からも藤田と黒田さんの中でまがっちりこう信頼関係があるというところは隣で見ててもすごくひしひしと感じます、ねうん、いろんな日本ってやっぱりその優秀な監督さんいらっしゃると思うんですけど、はい、なんでそういうふうに黒田さんがいいっていうふうにその町田の中ではなったんですか あのー、まあ、藤田もこれ、なんかのインタビューで言ってますけど、ビジネスも、あの、競争、競争社会ですけども、はい、はより超競争社会だみたいなところはい、フォローま、言っていて、何かやっぱ、他の子を並べた時に、他の J リーグクラブを渡り歩いてるような監督よりも、 まあ、チャレンジかもしれないけど、すごくこう異質な経歴に見えたので,はい、はい、で、日本一何回も取ってると。何かこう違った戦略を取らなきゃいけないっていうふうになった時に、はいまあ、黒田さんがこう光って見えたっていうふうにはうんか同じことをやって後ろを追うっていうよりも、別の強みを見つけようっていうことだったと藤田と,、うん、としてもまああの、実時代こうやってた中で、まあ、前監督の体制がこう少しこうまくいかなかった中で。はい<タッ> ここからまた数年こうやるっていうよりはもう一年で結果を出すようなチャレンジをしたいっていうところが昨シーズンだったので、はい、そういったところにこう投資をするチャレンジをする上ではまあ黒田さんがまあ一番最適であった 俺が俺信じてるか俺が信じてる、みんな、絶対やれるよ、最高よ、<laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作る、それをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバー、これだったら紹介します。<laughs>